こんにちは。今日はテンスとアスペクト、テンスとアスペクトについて話します。で、これね、少し難しい話です。難しい話です。で、よく聞いてください。で、後でわからないことは後で質問してください。いいですか？はい。で、まずね、このテンスとアスペクトね。これね、今日ちょっとこれ難しい話なので、これこの単語の意味ね、ここにチェコ語で書きました。はい、それでテンスとアスペクトとこの2つですね。このテンスはね、過去、現在、未来。これですね。過去、現在、未来。これがテンス。テンスです。まあこれテンス、これ英語の言葉でね、日本語では時、あるいは時制と言いますね。はい、まあテンスと、この動画ではテンスと言います。で、それからアスペクトね。で、これはね、完了と未完了です。これですね。完了と未完了。これがアスペクトです。いいですか？はい。でね、日本語のこの他ですね。他。ここ、例えばこれ例文ね。昨日図書館に行きました。この他。これね、ちょっとこれ謝らなければならないですね。すいませんが、日本語の先生はみんな、私もそうですけど、日本語の先生はみんな、最初にね、これ過去、これは過去ですよ、過去ですよと言います。でもこれね、嘘です。嘘です。まあ、嘘ではないけど、正確じゃありませんね。いつも 100% 過去じゃありません。過去の時、例えばこれは過去ですよね。昨日図書館に行きました。これ、いつ行きましたか？これ、今、例えばね、今私はこれを言います。今ね、今言いますね。昨日図書館に行きました。したらこの行くは昨日だから今より前、過去ですよね。だけどね、この他はね、本当は、これはね、ここに昨日がありますね。昨日がありますからこれは過去ですが、この他はね、本当は過去じゃなくて、こっちです。完了です。いいですか？はい。それでね、例えばこういう例がありますね。この2つの例文ね。これ両方ともこの2つの文法はもう勉強しましたが、例えばこれ早く寝た方がいいです。例えばね、明日は忙しいですから、明日の朝ね、早く起きなきゃいけません。早く起きなければ起きなきゃいけません。だから、そうですか、じゃあ今日は早く寝た方がいいですと言いますね。で、今これを言いますよね。早く寝た方がいいです。今これを言います。そうすると、この寝た、寝るですよね、この動詞ね。で、これはいつこの動詞がありますか？これは過去じゃありませんよね。これ、今日の夜早く寝るんですよね。ということは、これ未来に、この寝るは未来にあるんですよ。だけど、ここは他ですよね。で、これはね、実はこの他はこれだからです。完了だから。未来に、今日の夜は未来ですよね。で、その未来にこの寝る、この動詞が完了するんです。いいですか？これは過去にあったんじゃありません。過去にあったんでは、あったのではありません。未来にこれがある。で、未来に完了するんですよ。いいですか？はい。で、これもそう。薬を飲んだらどうですか？今頭痛いんですけど、どうしたらいいですかね？薬を飲んだらどうですか？で、今頭が痛いですよね。で、この薬を飲んだ、これ他ですよね。ただけど、これは今から前に、過去に薬を飲んだじゃありませんよね、これね。これから、今から後、これから薬を飲むんですよね。だけど、ここは他ですよね。飲んだらどうですか？で、これは、これから後にね、この飲む、この動詞、これを完了することを進めているんです。いいですか？はい。だからね、この他ね、他はね、完了です。このテンスじゃありません。アスペクトの完了なんですね。で、この文ではたまたまここにね、昨日がありますから、昨日ね。だから、たまたま偶然にこれは過去になってるんです。この行くというこの動詞ね。これは昨日あったんですよね。だから過去なんです。ここに昨日があるから過去なんです、これ。いいですか？はい。
これね、ちょっと複雑な話なんですが、これからね、これから、日本語を勉強するために、必要です。これ必要です。でね、そう、今まで過去って言ってきたんでね、ちょっとそれはすいませんでしたと言うしかないんですけれど、まあそういうことですね。で、ちょっと難しい話ですが、わからないことは後で質問してください。わからないことは後で質問してください。はい。ね。いずれにしろこの他はね、過去じゃありません。完了です。で、あ、そう、それからね、この完了は、過去に完了しても、未来に完了してもいいです。この完了は過去でもいいです。未来でもいいです。このテンスは関係ありません。テンスはどうでもいいです。で、この完了、終わりました。終わるということね。終わるということが重要。で、それが過去でも未来でも OK ということです。はい。じゃあね、今日の動画はこれで、全部です。どうもありがとうございました。